Thank you.
Yeah.
遠藤美穂です。ハッピーかい？マンション買ってしまいました。4LDK のマンションでございましたね。すごい。4LDK だから部屋がもう広いです。いくつもある。いくつもあるともう困っちゃいまして、もう何千枚もしますね。あなたたちのお父さんやお兄さんやね、お母さんやおじさんやおばさんが一生かかって手にできるかどうかという、そういう大金のマンションでございますが、それもう一瞬にしてね、何もしないで寝てるだけで手に入れてしまいました。日本一の幸せもないんだ、おめでとうございます。いかがお過ごしですか、皆さん貧乏してますか？イエイ。というわけでございましてね、それからすごいマンションでございます。結果説明しますとね、入り口のところ、マンションの入り口のところにね、こう自動ドアがありまして、そこに横にナンバリングがありますね。ポチポチポチ、銀行なんかでありますね。ああいう自動引き出し機なんか、ああいうボタンがありましてね。それで暗証番号を探すと自動扉が開かないという、そういう画期的なシステムで、泥棒さんごめんなさいという感じになりますけど、もう知らない人も入れない。だから誰かこう友達が来るとね、部屋を呼び出すと、喋れないんだけど、部屋を呼び出すんだけど、そうすると、あ、ここは誰か来たなと思ってこうインターホン取るでしょ。そうするとインターホンとかにテレビがあるからね、テレビがあってね、これでテレビがあって誰来たか分かるという、すごい、もう贅沢の三昧、もう本当もう住宅街の王様じゃないかというふうに言われておりますけども、最初の手ぶらでございます。そういうわけでございます。それから大事なお話でございますけども、今日私出ておりませんが、あれがありましてね、謎がありまして、ちょっと1年間ほど僕はちょっと休ませていただきましょうという話になりまして、実はもう学校の方が忙しい、実は僕学生をやってるんですけども、医学関係の学校に行ってるわけなんですけども、それがおっぱいなんか触ったりして、本当にもう本当大変なんですから、どうもすいません。そういうわけで学校の方が勉強忙しくなりまして、もう D にかかっておりましてね、でちょっと遠藤君やばいじゃないかって、この間教授に言われました。怒られましてね、何をするんだね君、バンドもいいけども、バンドもいいけども、学業も頑張ってもらわなくちゃ困るよって言われて、怒られましてね、もう大勢の前でえらい差し上げしてまして、君はどんなバンドやってるんですかって言われて、謎の紹介ですと、おっ、謎の紹介がいいバンドだなんて、言い訳ないもんで、困りまして、もう本当に恥をかいて、家族もじゃないか、恥をかいてしましたので、ちょっと勉強に、心を入れ替えて勉強の方にね、力を入れておりますので、そうするとこう謎のペースもちょっと落ちまして、若干2ヶ月に1回とかそういう感じになりますけど、その分皆さんなんかこのスタジオって言いましてね、一社の方に画期的なスタジオ、これもこう住宅街の王子様じゃないかっていうぐらいのひこちゃんがあれをしますスタジオを建てまして、謎の集がここに来ましてね、非常にこう斬新な、企画でいろいろ曲を練るそうでございますので、そっちの方も楽しみだなという感じもしますけど、若干そうやって活動が制限されるみたいですけども、謎の紹介なんかもう、ここを抜いて、村田京良がもうリードボーカルを取って、うわー、資金金に燃えとるけんねという感じでやっておりますのでね、ぜひ期待したいと思いますけども、それから休むと言いましても、毎月1回ぐらいね、血が騒ぎますので、私の方はもうほっといてもロックスターの血が騒ぎますのでね、飛び出し点というのはもう毎回考えておりますので、練習しないで突然こう客席乱入しましてね、もうその辺無茶苦茶にするということも考えておりますので、それもよろしくお願いします。目が離せないバンド、謎の紹介のリードボイス遠藤豆千代が、さて今年一体何をやるか、勉強しながら一体何をやるか、その、医学の知恵を応用して一体何をステージに反映させるのかというのは非常に見どころでございますけど、勝手に見どころやっておりますけど、それから、じゃあ、そろそろあんまり長くなってきて、僕も帰って興奮してまいりましたのでね、次の曲いきたいと思いますけども、それは流れておりますが、セックスと言いますそれでは行ってみましょうね、次の曲はいいですか、バンドの皆さん用意はいいかな、何かいいみたいな悪いみたいなはっきりしませんけども、じゃあとりあえず、お客様の方盛り上がってますか、えい、ハッピーかい、ハッピーかい、いいな、うん、じゃあちょっと掛け声一回だけ変えてみようかな、 OK、 ロックのボルザイガー、はい、注文なんか用意はいいかな、イエイこのままたまんない、だいぶ受けたみたいですね、もう勝手に思っておりますけども、それじゃあ次の曲いってみましょう、ワン、ツー、ワン、ツー、ピー、フォー、なんかダメみたいですね、じゃあもう一回行きましょう、じゃあお客様の方も盛り上がる、 OK、 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 OK、
やるの。Yeah.
疑心暗鬼がだんだん渦巻いていくとバンドは大抵解散するものであるので
出る。キスで等身大の感覚。
昔の女と時々荒れてる生まれのばかりじゃまたくうんざり
はまんまと騙されましたね。じゃあこうしたらどうだ。運よく僕もここで間違えたことだし、ここで新しい遊びなどどうね、今までやったことないやつどうだっちゅう。分かった、便利だ便利だって言ってたよ。だからそうじゃん、今までやったことないやつ、いろいろやりました、スタッフコンテスト、あといや、謝らなかったあと、ね、スープの何やったっけね、あとねいろいろやったよね、うん、気に入ったら見つけてください。はーい、やろうね。今日はどうもちょっとノリが良くないから、もうポイントとしてお茶飲みましょう。あー、この子僕もいい。Thank you.
美人というのは昔からそのね、機械体操の前転がうまいというのが僕は小学校の4年生の時にすごいうまい可愛い子がいた。僕もいた。誰さあいるんだって絶対そういうのが一人これおる、ね、でだからきっとこの中にもいるんじゃないか、うん、かれこれ二十数年前のことを思い出しては、じゃあ一人ずつやっていただきましょう。名前聞いてね。じゃあ僕男の子に間違えてあげたいんだよ。これ男か。面白くない。女の子だって。吸い取るじゃん。ステージネームだ。
かった、匿名希望が秋山くんだ。うわー、こりゃつまらん。いや、アスカ。はい。アスカ。はい。今ステージネームだって言ったけど、はい、何やってるんですか。和楽系の弾き方の。ギターです。どっかのバンドに分け。バンド名はいいわ。いや、いいです、いいです、いいです。アスカ君に前提やってもらいましょう。美人かどうか。そうじゃないよ。できるよ。なんだったら春にやらせてみようか。できるよ、きっと。やってよ。これ、スルッと回っちゃったらダメなの。スルッと回っちゃうと、このあまりにもスムーズすぎて、そういうふうに、今、ブーンバッターって、あれは特に綺麗な人。特に、よし、村崎さんにやってもらいましょう。そういうの、そういうのね。今ここに何人おるか知らんけどね、ここで前提をやらなきゃ君は全員にブスって言われるから。ブスでもいいの？全員に手突っ張ってたんだよ。まあ手突っ張るか置いといて。どうもすみません、私さん。やだ、監督かわいい。だからそのちょっとやってみようよ。楽しい。できない？じゃあやってみよう。体育も1だし、僕も1の子や。サヤと一緒や。体育も1、サヤと一緒。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。お前なんかサヤって言ってる。すいません、レコードの訳は。お名前は？林です。林？林香織さん。林香織さん、サヤって言いましょう。やだ、違う。じゃあ、何だとやってくれる？あ、そう。あんた何もせない。僕もあなたをここにあげた立場って言うの。この、何人いる？悪いけど俺はパンスケの方。何人いるかわからないけど、こんだけのお客さんが僕が連れてきたことだから、あ、ちょっとなんかやってくれるんじゃないか期待してるわけ。ねえ。違う、とても信頼できるいい男だって評判の。
うまいな、お前。いやいやいや。何なんだこの面白いのじゃバカかよ。ゴキさんの立場っちゅうのがあるでしょう、やっぱり。そう、いつきさん。あの今のは本当あの。じゃああんたが渚のバルコニーに歌っとって彼女が渚のバルコニーを歌っていると僕が鉄板で当たるそれが得意だよどうしてそんな過激に走ってくるのこう終始にこやかだとこの辺が引きつってくるならば All right.
やってくれ。オグラン何やんの。オグラホマミキサー。ハル君バンドできる。タンタンタタンタタンタンタン。よしやろう。じゃあ会場の皆さんも一緒にどうぞ。Thank you.
おお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 おあなたと私仲良く遊びましょう。大きな栗の木の下でちょっとパワーが足りんな。あー、みんな本当に上手ですね。Thank you.
Thank you.
Come on!
に負けた。あんな間違えるの。何が。あんな。さあどうしたらこうとぐちゃぐちゃ。
got what you said. No, say surely mine. What she like what you said. No, say surely mine. I'm keep on the pattern. I'm getting tired of my children.